まだ中学2年生だったんで、仕事するっていうのは分かってたんですけど、覚悟っていうか、そういうのは全然なかったですね。漁業終わりかなと思って、魚が売れるのか売れないのかね。最終的には人じゃないですか。やっぱり人が最後はどうにかするしかないんで、自分がちゃんと免許取って後継げるように頑張りたいなとはちゃんと思ってました。その時からですね、やっぱり覚悟したのは頼もしいなってね、出なきゃもう続けてないからね。今もまだ半人前なんですけど、お父さんとかおじいちゃんには負けたくないですね。高収入になるかもしれない職種なんでね、もう若い人どんどん船に乗ってもらいたいです。